どうも、ともハッピーです。どうも、安岡です。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日やっていくのは、MTG 論破対決、アグロ VS コントロールやっていきます。ということで、おもむろにね、始まりました。なんですか、これは。新企画、MTG の論破対決。まあ、論破していくということですか、じゃあ。はい。結構、アベマ TV のさ、ひろゆきさん対誰々とかさ、あ、ありますね。はい、で、YouTube でも最近、こう、論破系の企画が流行ってて、通常動画では初なんだけど、ショートの動画ではね、1分論破対決とか最近始めてて、なんか結構、これ、マジック・ザ・ギャザリングのテーマでやっても面白いんじゃないかなと思って。まあ、マジックは結構ね、対立してることいっぱいあるからね。あるよね。ある。青対赤とかそういうのもあるさ、まあ、今回で言えば僕がアグロプレイヤーとして知られてて、攻撃的なデッキですね。で、ヤソがコントロール使い、コントロール好きとして、まあ、知られてて、コントロールの達人的な人なんで、この二人で最初にやるテーマは、はい、やっぱりアグロ対コントロールがいいんじゃないかなっていうことで、まあ一回やってみるっていう感じの企画になるんで、今後、まあ反響次第なんですけど、ちょっとやってみようと思います。今回は、アグロとコントロール、どっちが強いかとかだと限定的になりすぎちゃうから、どっちが優れているかっていう、ちょっとふわっとした。まあまあ、確かに強い弱いですって、環境とかね、カードによってね、変わっちゃうから。そうなの。だからまあ、ケースバイケースっていうのはとりあえずなしで、好みとかもなしで、お互いがこのテーマで、ディベート、論破しに行くっていう。で、そんな中で、まあ皆さんに、アグロとかコントロール、こういうそのメリット、デメリットとか、いいところ、悪いところあるんだよっていうのをなんか、知ってもらえたらいいかなっていう。でね、コメントで、こう最後皆さんの、意見もいろいろ聞いてみたいんで、ぜひぜひ集中して見ていただければ幸いです。はい、ということで、いつもこう対戦で使ってる言葉なんだけど、どんな戦いになるのか一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。どうですか、自信のほど。いや、いいんですか、コントロールの方が有利でしょ、これ。いや、アグロだよ。アグロの方が優れてるよ。優れてる。うん。まあね、普通はね、なんかディベートって言ったらどっちがどっちで行くとかね、あるんだけども、アグロコントロールで今回決まってますんで。はい。それじゃあ始めていきたいと思うんですけど、時間無制限でやっても、まあグダグダしちゃうかもしれないんで、はい、今回10分って決めてやりましょう。まあ、はい、まあ長いね。長い。ちょっとさ、マジック・ザ・ギャザリングのアグロコントロールってこの30年もう続いてるさ、30年近く続いてるゲーム、語り出したらさ、この2人がさ、10分少ない可能性もあると思うんだよね。いやいやいや。まあ、ただここはね、10分って区切って試合していきましょう。はい。じゃあ、スタート。お願いします。ということで、はい、まあ、言うまでもない話なんだけど、はい、アグロの方が優れてるよ。何が優れてるの？あのね、まあ、アグロの方が優れてる点いろいろあるんだけど、はい、まずね、もういきなり決定打いっちゃうけど、はい、アグロの方が万人におすすめなんよ。コントロールの利点、知ってますよ、安岡君が言ってくることを僕は、はい、ロングゲームになった方が実力者が有利になるみたいな。ただね、その逆でね、短いゲームの方が幅広いプレイヤーにとって有利要素だから、はい、平均ターン数が少ないアグロの方が万人におすすめできるっていう優れてるポイントがあるんだね。いや、別にそんなね、有利とか、なんかそんなんでコントロールいいとか言えないからね。ああ、あんまりそういう点でコントロールがいいっていうわけじゃないか。まず、アグロのダメなところ、対戦相手に好きなことさせないでゲームを終わることだから、カードゲームってコミュニケーションゲームなわけじゃないですか。相手が持ってきたデッキを何するか分かんないまま、クリーチャー出して殴る。倒すだけじゃないですか。はいはいはい、はい。まあ、コントロール使えば、うん、相手のやってることを全部受け止めて、うん、まあ、どっちが勝つか負けを決めれるというね、カードゲームを楽しむっていう意味ではもう完璧にコントロールが優れてると言えるでしょう。あー、なるほどね。相手の繰り出してくる技をさ見て、それをなんかこう楽しむっていうスタイルではそれもいいと思うんだけども、はい、まずは自分が自分自身のデッキをしっかり回せないと楽しくないじゃんね、うん、相手にも迷惑かかっちゃうかもと思って。まあ、でそれはアグロのコントロール変わんないでしょ。別にコントロールの方が難しいとか、アグロの方が簡単っていうのはないし、コントロールの方が難しいよ。だってアグロって自分のやりたいことやる、さっき安岡さんおっしゃいましたよね、はい、やりたいことをやると、それで押し付けると、うん、はい、これは一人回しでもある程度こう習得が可能なんだけど、うん、対してコントロールは相手がどんなデッキ使ってて、うん、どんなカード入ってるか、どんな動きしてくるかで判断が変わってくる、うん、それはね、アグロも一緒、全体で入ってるかどうかとか、うん、何気がするかはあるし。でもさ、ソリティアとの共通性ってアグロの方が高くない？いや、コントロールもソリティアを一人回し大好きだから、ちょっとそこは分かんないわ。コントロールの、まあ、ソリティアして実践に活かせるレベルで習得できるのは結構その熟練者の意見と感覚な感じがするけど、ただ逆に言うと、入門過ぎたらアグロなんかコントロールでいいってことですか？
いや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 、そうだね、まずアグロからって話でしょ、うん、そう、まずアグロからなんだよ、ここをね、はい、ちゃんと伝えたい。まずさ、うん、上級者と中級者、はい、初級者、うん、まだマジックやったことないけど興味がある人とかで言ったら、うんうん、もう完全にピラミッドなんよ、その、うん、上級者って 10% 以下とかしかいないと思う、うん、中級者もまあ 20% として、はい、残りの 70% って、うん、もうライトユーザー以下なんだよね。まあそうだね、うん、圧倒的に多いよ、うん、でその圧倒的に多い人におすすめできたりとか、うん、支持されやすいっていうのはかなりやっぱいい要素なのかなと。あとね、さっき一人回しで習得できるのはコントロールも一緒、これね、そんなことないんですよ、うん、一人回しにしても練習試合にしても、うん、アグロの方が本数できるんですよ、期待的に。あ、本数できる、まあ確かに、はい、ゲームがね、本数やった方が習得しやすいんですよ。それはもう対戦で できることをさせないでやることは、うん、対戦相手を習得率下げるわけじゃないですか。自分のことしか考えてないんですよ、アグロ。まあでも対戦相手も本数は経験できるからね、その分。まあでも、うん、毎回さ何もしないで殺されたら意味ないからね。いやいやいや、ところがマジック・ザ・ギザリング山札をシャッフルしてランダムに引いていくんで、うん、毎回アグロが綺麗に回るとは、いや、ね、限らないから、接戦のゲームとかアグロがあんま回らなかったゲームでそのどう立ち回るかっていう、結局コントロール側の勝機とかさ、うん、アグロ以外の勝機はそこなんだけど、アグロが分回ったらまあきついっていうのはアグロの利点なわけで、それは、うん、まあそうだ ね、逆に言うとその分回ったらいろんな相手に勝ちうるっていうのはアグロの魅力でもあるし、そう、うん、でもちろんでもみんなね、いろんなアグロとかコンボとかあって、うん、好きなデッキあるわけじゃん、うん、でその中でまあ、ね、遅いコンボ持ってくる人もいるのに、うん、毎回すごいアグロでコンボやってたらさ、そのコンボが多分もうやんなくなっちゃうよ、アグロで毎回3、4ターン殺されてたら。だから毎回回るわけじゃん、コンボが。でもさ、うん、5ターンだったらさ、うん、アグロって基本4ターンで勝つデッキじゃん。早いコンボもあるから、コンボの話しだしたら、いやだからそう、アグロっていうのは基本的にアグロの戦略って相手のやりたいことをやる前に勝つじゃないですか、うん、まあやっぱそのコンセプト持ってる以上、まあ、そういうことを多発するし、うん、コントロールってそれ絶対ないんだよね、うん、相手を全て受け止めるだからお互いを楽しむって意味では間違いなくコントロールが優れてると。まあ、その一面においてはね、例えば接待でマジックするなら、いや接待じゃないです、コントロールで相手にやりたいことをやらせてあげるっていうのはいいかもしれない。そう、でもさ、アグロとコントロールどっちが歴史上嫌われてきましたかって話だよ。結局そのアグロって使うプレイヤーが多いし、そのデッキを組むときアグロに簡単に負けないようにみんな除去入れたりっていうのはするじゃんね。それはトーナメントプレイヤーだよ。まあそれもあるかもしれない、うん、ただコントロールに対抗呪文を打たれ続けて、うん、全部打ち消されて負けてムカついた、もうマジックやんないっていう人は歴史上何百人何千人といたじゃん。それは分かる、ただ別に、うん、それは分かる、うん、いやカウンターがいいでね、コントロールだから、はいはいはい、別にカウンターと関係ない、まあ、確かにボードコントロールもあるし、ね、そう、別にカウンター打つのがコントロールじゃないから、はいはいはい、逆に言ったらね、アグロだってさ本体火力ばっかりとかさ、まあ、言い出せないしね、ここはね、まあ、コントロールアグロ細分化しだしたら、うん、いろいろあると思うけど、なんかねアグロの方がさ、こうあとさ、デッキ組むの安かったりするよね。いや、それはケースバイケースだ、ちょっとそこは微妙じゃない、うん、まあ、高い安い、いや、コントロールってやっぱり3色以上になること多いじゃない、いアグロって2色以下のことが多いじゃない、期待値的にどっちがデッキ集めやすいですか、組みやすいですかってどっち。ちなみに、うん、これでは言ってもいい、はい、最近のクリーチャー全部レアリティ高くて、うん、コントロールは除去とカウンター打ち消しとかは基本レアリティ低いんですよ。最近殴ろうはマジでクリーチャー全部レア、あの土地高いからな、コントロール。いやいや、やっぱりね、あのこの対戦動画やってるじゃない一緒に、うん、最初にさデッキの参考価格出すのよ、うん、平均するとコントロールの場合もやっぱ高いんだよね、歴史トータルで見ると。最近に絞っちゃったら最近のコントロールは結構、うん、捌きづらいよ。なんか昔よりコントロールってそもそも強さの面で見ても、うん、いや強い弱いや、ここはあんま語ってもしない、まあ、最近でそれはトータルの優れてるっていう、だからそう、うん、最近とかの話をするんだったら、まあ、歴史上の包括してアグロとコントロールの話っていう感じだったら、まあ、さっきの話は出ないし、うん、最近のこと言うんだったら、うん、アグロの方が強くない。いやそんなことない。ちなみに最近のこと言ったらアグロは本当に弱い。あ、そう、断言してもいいけど今1万のクリーチャー本当に弱くて、環境的な話だと食肉化虐殺事件とかで、まあ、アグロは死滅してる。まあそこは、まあ、確かにね、クロタンアグロよりクロタンミッドレンジになってきちゃってるけど、そう、まあ、でもミッドレンジになってるだけでコントロールが強いっていう、うん、あ、だからそう、だから、まあ、最近言ったらもうミッドレンジしかいないから、うん、この話はやめよう。あとマグマオンパスがコントロールかは怪しいよね、うん、まあまあそうだ、まあ、そういうのもあるから、まあ、最近はちょっとまた別だけど、まあ、でも実際コントロールって、まあ
青タンだったり青黒だったり、うん、2色も多くて再稼働だとか別にレアリティ高くないし、うん、青タンとかユーロとか別にそんな高くなかったりとか、うん、結構コントロールってやっぱりそのメインのスペルが大体安いから、うん、結構やっぱアグロの方が一時期の赤タンとか、うん、全部クリーチャーレアでびっくりした時もあるからね、まあ、そういう時代もあるけどね、うん、でもまあレアカード高いから、うん、覗いちゃってアンコイカでアグロかコントロール組もうとするじゃん、うん、アグロの方がさなんかデッキ回しやすい楽しみやすい勝ちやすいだと思うんだよね。その初心者に進めるときレアカードバンバン上げるわけにはいかないから、うん、アグロとコントロールどっち進めるかって言ったらやっぱアグロだと思うんだよな。いやでもアグロから入っちゃうと、うん、友達なくすかもしれないけどね。そうコントロールもでも友達なくすのあるでしょ。それ言ったらいやなくさないんじゃない。コントロール仲間でいっぱいできるよ。えそうかな、なんか俺、うんまあ、これ偏見かもしんないけどアグロ喫水のアグロ使いと喫水のコントロール使い、うん、今まで1000人以上のマジックプレイヤーに会ってきてアグロ使いの方が友達多いけどな平均。それはなんか性格的な問題かもしんないね。さすがにそれは偏見な気もする。そう、うんまあ、偏見かもしれないって最初に言ったけど、うんまあ、偏見かもしれないそれはちょっとね、はい、でもやっぱりね、うん、アグロ使い今まで結構いたけど、うん、ずっとアグロを使い続けてる人ってほとんどいないんじゃないかと思うんだよね。大体他に浮気するけど、うんまあ、大体さどっちから入っても何でも使うようにはなってくるから、ね、やっぱそれ楽しいからね。喫水のコントロール使いはずっとコントロール使ってる人いっぱいいるよ。でやっぱりヤソってなんか喫水のコントロール使いみたいなイメージあるけど、うん、赤バーンとかも好きとか言って、うん、赤バーンで大会出たりもするから、うん、本当かなそれって思うんだけど、そんな喫水のコントロール使いいる。ヤソ以上のコントロール使いえ、いっちゃっていい、うん、ワフタパ業務ワフタパあフランス人のね、世界大会優勝もしたこともあるまあそうだね、生っ粋のコントロール使いだそうまあでもそんなやつ何パーセントもいないでしょ。まあ、まあ、それは、ねうん、終わった終わった早いありがとうございました。いやこれ、うん、まあまあまあ結構メジャーな要素は話せたかなって感じだね10分で、うんまあ、結構面白かったな。面白いまあいろいろ他にもねあると思うけど言いたいこともあったけど、ね、時間しかない、うん、そうだね、うん、あるよねまだあるまだまだ全然コントロール側のさ用語になっちゃったら言わなかったけど、うん、コントロールの方がなんかデッキの調整っていうかさ、うん、デッキ何枚かこう変えていったりするのが結構楽しかったりするよね、うんうんまあ、デッキ構築はコントロールは多分楽しいと思う。そうそうテクニカルな楽しさっていうか、うん、アグロの方が簡単っていうのをひたすら知ったんだけどアグロ固定パーツ多いからさ。いやでも実際、うん、ゲームはアグロの方が難しいけどね。アグロとアグロが一番難しいよ、まあ、その上級な試合をしようとすればね、まあ、そうそうただ楽しむ分にはアグロの方が回しやすいし、うんまあ、勝ちやすかったりしてその初心者が中級者と上に勝つのは、まあ、もちろんアグロの方が勝ちやすい、うんうん、けど中級者同士とか上級者同士になったらアグロってすげえの方が難しくなるから、まあ、確かにねより技術を求められるかなみたいな、うん、戦闘とかいっぱい起きるし、ね、そうそうコンバットが一番マジックで難しい。コントロールは、まあ、とりあえず全受給打ってドローしとけば、うん、そうそうそうとかなったりするからね。ゲームプランが簡単コントロールがダイナミックなんだよねコントロールとかね、うん、大雑把だね簡単に言うと大雑把だからまあ結局はその人のそのまあ力量とか好みとか、うんまあ、ケースバイケースな話ではあるんだけどそれぞれどんな特徴があって自分はどっちのが向いてるかとかどっちのがこう楽しめてハッピーかとか考えた上で向き合ったら実はずっとアグロ使ってたけど、うん、コントロールの方が俺めちゃめちゃ楽しいわっていう人もいるかもしれないし、まあそうね、逆もいるかもしれないし、うん、両方使った方がもっと楽しいっていう人もいるかもしれないし、いやてか一個一番言っときよかったと思ったのはコントロールって他のカードゲームあんまないよ。大体のカードゲームってアグロって殴り合うゲームじゃん。殴り合うよね。そう、うん、コントロールってあるゲームすごい少なくてまず相手のターンにアクションできないゲームも多いから、ね、そうだからマジックのいいとこかなっていうそういう確かに、うん、コントロールはマジック・ザ・ギャザリングの醍醐味みたいなのがあるの。そうそうそう、うん、でもそのコントロールとかコンボがある中でのそのビートっていうのもある意味マジック・ザ・ギャザリングの醍醐味だし醍醐味だけどやっぱり、うん、そうあくまでもコントロールがいてこそのアグロみたいなとこもあるから、ね、みんなアグロだとなんかアグロの魅力落ちるんだよな、うん、そう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 お互いひたすらぶつけ合うっていうゲーム性のアグロは、うん、特色じゃなくて選べてなくて、うん、みんなそうじゃんみたいなちょっと攻め方が違うだけみたいな。いやまあそうだね。だからマジックのアグロっていうのは俺特に好きだし、うんうんうん、なんかただマジックの魅力を語る動画になってきたから、まあそう仕方ない、まあ、まあ今回こうあえて勝敗決めるならどっちが優勢だったとか、うん、コントロールアグロ俺はこっちのが好きだよなぜなら、うん、俺は私はこっち派みたいなのとかねぜひコメント欄でねバンバン自由に皆さんのご意見もお聞かせいただければ嬉しいです。なんか今後の対戦動画のデッキのね使用比率アグロとかコントロールの使用比率とかにも関わってくる、うん
くるかもしれないんで、はい、ぜひぜひ、コメント欄でご参加ください。あとね、なんかその逆に話したりね、話したりね、議論してもらいたいことがね、はい、むしろね視聴者から言ってもらった方がね、これとこれについて確かに、そうそうそう、コメント欄でディベート起きるかも、誰かのコメントに対してまたコメントそれはちょっ と分かる分かるみたいな、いやそれは違うじゃないかみたいな、まあ、それもね、あのこう節度を持ってやっていただく分には大歓迎ですんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上です。チャンネル登録、動画の評価よかったらお願いします。そしてやすさんの Twitter、Twitch もチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。